あ、行ってる。出てきた。いやマジやだ。はい、3、2、1、ジャンプ。行った。はい、行きます。カウントダウン、5、4、3、2、1、クラセッ。どうしたんですかそれ。鼻水が出るんで持ってきたんですけど。どっかでどっかでしてきたんですね。違う。あ、ジップラインとか書いてある。だどれを誰がやるか決めないといけない。フライト。でもバンジージャンプはもうタワシさん決まってるんで。いやもう一人だけ。さっきの見たらもう飛べる気がしないんですけど。あれですよ、一人だけ全落ちだったんだから。ここで全落ち。他はね引っかかってるんで。続ければよかった。1時から歩くやつなんで誰がそのようやるか。3時がバンジー。インフンだよ。気づきませんでした。ステルスインだから。何時？3時にバンジーをガンジーのような気持ちでダンディーに。パンピーにはできないよ。ラッパーの横で言うのもなんだけど。いやいや、そんなもんじゃない。坂上さんってラッパーなんですか？そうだよ、ラッパーですよ。ラッパーなんですか？一応ラップもやってます。あ、そうなんだ。うーわ、やばいやばい。なんで。え、あれ歩くってことでしょ。どうぞどうぞどうぞ。このケンチルさん、はい、先にこれ持っててください。はい、はい、右手。はい、そうですそうです。オーストラリアで今撮ることみたいになってますね。イエーイ。どうしてオーストラリア。ニュージーランドじゃない。ニュージーランド。Sure. Today is a lucky day. この話今日は大丈夫と思います。Thanks. どうやって勉強するの？どうやって？難しいですね。Okay. One time. はい。はい。川崎すごいでしょ。あ、そうなんですか？自分のバイクの薄くなったんで。まず2人なんですね。下大丈夫ですかね。だいぶ浅瀬です。水ならなんか衝撃を吸収するんじゃないかと思いきや砂利なんですね。中洲みたいに砂利になった。キャー。はい、じゃあここで止まっていただいて、このマークのとこまで上がってきてもらっていいですか。2人は高いところは平気です。ダメです。ダメ。来るとこ間違えましたね。はい。もしあれなら両手放ししても大丈夫のようにはなってるんで、GoPro とかも広げて、はい、ってもらっても。最後の金具の下あたり持ってもらって、はい、正面向いてガヤって座ってもらってもいいですか。座る。ただ向こう着いた時結構強い衝撃来るんで、はい、この金具に顔をぶつけて怪我しないように、はい、ちょっとこことの顔の距離離してもらって。もしあれなら本当に離した方が取りやすいですよ。はい、でも怖くて無理だと思います。OK です。最後に落ちたら謝ります。はい、足上げて、はい、いってらっしゃい。うわあ、やばっ。オーマイグーッ。うわあ、行くときは言ってください。あ、行ってる。行った行った。なんだこの家。森で先生か。うわあ、はい。はあみたいな声が情けない声出すもんですね、大人でも。出てきた。運ばれてる感じ。救助されてる。怖かっ
た。怖いですよ。いや、こっちの方が怖いかもしんないですね。うわこれ帰りの方がやばくない？いやそう、こっちの方が時間長いじゃないですか。そうそう、はい、じゃあ、はい、今度は釣り橋行きましょう。いや、これはやばい。恐ろしい。森鉄線が一番進んでないんだよ。おじさん到着。すごい時間かけて帰ってくるじゃないですか。いや、これやってみれば分かるから。早く歩けないよこれ。中にはさ、森鉄さんこの一段探して待っててもらっていいですか。こう遠くのカメラで分かるぐらい内股でしたよ。バスケな基本だから。バスケ。へっぴり腰で。あ、来た。早く帰りなさい。そのお兄さんも一段下がって待っててもらっていいですか。はい、お帰りなさい。ああ。これは怖い。手に汗握る感じ。あ、本当です。もう。いやもうね、でも下見れないよ。怖くて。肩大丈夫。めっちゃここが気にするわ、俺。え、そうですか。こう、なってるから。じゃあお兄さんたちも繋いでみます。はい。お兄さん見届ける。これはちゃんと映れてる。おー、来た。来た。うわうわ、あれ普通に手で持って飛ぶの。やばい、笑っちゃう、手ぶれしちゃう。足前だね。いや、待って、ちょっと怖いっす。待って、怖いっす。普通に怖いっす。はい。いや、マジ怖い。諦めるしか。元芸人だろ。いや、ちょっと待って。ちょっと早い。まだカウントダウンしてない。笑っちゃう。はい。いやもう。はい。ったら一回準備しよう。ちょっと待ってください。ちょっと待って。ファンタスティックって今。いや、めっちゃ怖いってこれ。オッケー。はい。足前ちょっと出して。左、いや、ちょっと飛びたくない、はい、もうちょい前、いや、マジこれ怖い、もうちょい前、はい、よし、じゃピッと立ってください。ちょっと待ってください。はい、待って。いや、めっちゃ怖、はい、あ、いや、マジやだ。いや、離さない。ここにいればいるほど怖くなってくるんで、そろそろカウントダウン始めます。3秒前から。はい。行きます。はい。3、2、1、ジャンプ。ちょっと待って。行きますよ。はい。3、2、1、ちょっと待って。ちょっと待って。マジ怖い。ちょっとごめんなさい。笑っちゃう、はい、笑っちゃう。オッケー、行きますよ。ちょっと待って、ごめんなさい。はい。はい。行きます。あー、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと待って。ちょっとごめんなさい。笑っちゃって。はい、いやー。ちょっと怖すぎる。頑張れ。待ってっていう癖つくと、はい、もうずっと飛べなくなるんで。わかりました、はい、もう一気にいっちゃいます。はい、ま、いきます。はい、3、2、1、ジャンプ。あーあー、いったあー、木で見えない、木で見えなかった。あ、木で見えない、木で見えない。はい、こんにちは。はい、ハンデムでよろしいですかね。はい、いきます。はい、3、2、1、ジャンプ。ああ。やばい。ちょっと待って、ずっと怖い。うわ。マジ怖い、怖い。ずっと怖いって、これ。これ上がってんだ、すげえ。これ上がってんだ。
やばい、よかった、死ななくてよかったです。危ねえ、マジで。あ、一番怖いわ。マジ死ななくてよかった。怖い。こんなんすぐ飛べないって。マジでこんなんすぐ飛べない。いや、めっちゃ怖い。今まで人生で一番怖かった。いやー、死ななくてよかった、ここ。いや、めっちゃ怖かった。じゃあ、座ってください。ありがとうございます。このまま行ってもらいます。ちょっと、じゃあ預かってもらいます。いいですか。はい、全然大丈夫です。来てもらって。中国憲法の人かなんか見ろ、はい、このまま上がっちゃって、進んでください拍手してるここであの恋が生まれるんじゃないですか。そう、まあ、釣り橋効果で。なんでそんな歌ラブストーリーは突然にこのなんとか効果が発揮されますから。釣り橋効果。おかえりなさい。あ、おかえりなさい、日本兵恥ずかしながらおかえりなさい。お疲れ様でした。どうでした。めちゃくちゃ怖いですよ。あ、GoPro ありがとうございます。頑張って、はい、恋が芽生えるかっていう話をしてたんですけどね。あ、釣り橋効果ですか。そう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 、釣り橋。でもあれなんかイケメンしか意味ないらしいなんかで調べたら。吐きそう。じゃあ頑張って。行ってきます。マスクの中すごいおじさんの匂いですあれ、ダメだった大学どこでしたっけ。琉球大学。じゃあ琉球大学のバカ野郎って言って。まずつけてきます。はい、はい、OK です。はい、もう一回最後チェックしていきますね。ハーネスは、はい、じゃあ足を上げて外にちょっと出してみてください。そうです、そう、OK、ちょっとずつ出ます。はい、出ます。はい、おお、はい、じゃあここで動画撮ってます。余裕あったらバイバイしてくださいね、はい、では無理ですね無理ですね、はい、もうちょっと前出ます。はい、でお兄さん、できれば GoPro は真ん前よりも右斜め上が一応理想ではあります。こういうことですか。そうで、もし怖かったら今のまんまでもいいんですけど、はい、怖くなってその両端の白いロープ、持ってる白いロープに絡ませちゃうと、はい、お顔を打ったり絵が折れちゃうんで、それだけ気をつけてください。はいはい、あと上のプレートとか器具にくっついちゃうので気をつけてくださいね。はい、はい、じゃあ準備 OK ですか。 OK です。 OK です。じゃあ何秒前でいきましょう。5で。5で、はい、じゃあ5秒前でいきます。はい、いきます。カウントダウン、5、4、3、2、1、いってらっしゃい。うわ、こっちでもあらかじめ GoPro で動画撮ってます。カウントダウン、5、4、3、2、1、いってらっしゃい。
回ってるんですけど。気持ち悪かったです。あ、今気持ち悪いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、待ってくださいね。今上げますからね。ちょっとクルンとします。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、よし。そしたら今度後ろを行けます。引っ張るんで行けます行けます。立ってみてください。うわ、はい、ちょっとずつ揺れます。セーフティーを揺れます。はい、胃が痛い。はい、コードブルーでしたね。さあ、感想。胃が痛いです。胃が痛い。ヘリ救助みたいな感じで、ああいう感じなんだなって思って、ヘリで救助されたらヘリドクターね。そうそうそう。だったらこれか。いや、これないでしょ。あります。ヘリドクターのオプションはなしと。やらない。ブランブランはなしで、まあ、途中本当、はい、なんでこれやらされてんの。不満が不満。はい、どうでしたか。いきなり何も知らないのにジップラインやらされて、歩かされて。でもまあ楽しかったね。おー、楽しかった。よかった。まあスポーツだからね、これもスポーツの一種だと思って。よかったんじゃない。はい、どうでしたか。バンジーやってみましたけど、いや、もう絶対やらないです。すげえ怖かったです。あ、そして気持ち悪くなりました。あ、気持ち悪い。今から運転できます。ちょっと左ハンドルみんなどうすんの。運転超ペーパードライバー、はい、琉球大学のことすっかり忘れられましたね。ああ、よかった、よかった。琉球だけ流せたと。はい、琉球だけ気になろうか。流せます。感じが似てるから。似てる。似てるから。はい、ということでした。はい、はい、ありがとうございました。皆さん、ではご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. はい。Thank you for watching.